どうも、かげやんです。今日は2021年4月の、12日月曜日、月曜日の朝、晴れてますね。気持ちのいい朝、空ですね。晴れの空、いいですね。いいスタートが、1週間の、いいスタートが切れてるんではないでしょうか。まあ天気ですけども、こう晴れだとやっぱ気持ちいいですね。快晴もすごく気持ちいいんですけども、晴れは晴れでやっぱり気持ちいいということで、まあ、いつものようにこう山中を登頂していくんですけどもですね、山中ですね、光がこう当たって分かりますかね。光がこうしっかりと当たっているということで、しっかりこう育っていく、行きたい、行ってほしいというところですね。まあまあ、そんなにね、一日一日変化があるわけではないですけども、まあまあ、これ順調なんですかね。順調なのか、どうなってるのかよくわからないですけどもですね。まあまあ、いいとしていますということですね。あと、まあ野菜、まだちょっとプランター空いてるんがあるんでね、その辺でこう何かね、こう、育てていってもいいかなと思ってます。まあ山中を育てて、他にもこう育てていく、春、夏に向けてね、こういろいろと育てれることができるものがある。ただまあ庭では僕はあまりこううまくいってないんでですね、その辺どうなるか分かんないですけども、まあまあ野菜作りはまあこういろいろこうチャレンジしていって、こうまあ覚えていきたいなと思ってるものの一つであるんでですね、続けていこうとは思っておりますということで、まあ光の当たった山中からですね、放送というかまあまあ更新させていただきました。では今日もまあまあ月曜日なんでね、まあ張り切ってというか何というか分かんないですけども、淡々とでもいいでしょうかね、頑張っていきましょう。どうもありがとうございます。